皆さんこんにちは、とこママ情報局です。さて前回に引き続き、熱海から今日はお届けしたいと思います。前回はですね、熱海のもう超パワースポット紀宮神社参拝した様子をご紹介いたしました。いやすごいね、なんて言うんでしょうね、こう運気を吸収できたような、まあ、そんなね参拝になりましたけれども、今回はですね、そんな紀宮神社の、充実した境内カフェですとか熱海で人気の美味しいスポットなどをたっぷりご紹介できればと思います。前回は紀宮神社のご神木、樹齢2000年を超える大楠の生命力に圧倒されました。このご神木のすぐ横にですね、こちら和菓子とお抹茶のお店、五色の森というところがあるみたいなので、ちょっとこちらでね一休みしようかなと思います。なんか本当もう境内全体の雰囲気が本当に素敵ですね。あ、水まんじゅうとかありますよ。素敵、美味しそう。見てみましょう。すごいテラスになっていますね。わあ、ここが大楠、五色の森、おしゃれ。ああ素敵。参拝者の休憩スペースでは茶寮五色の森の和スイーツをいただくことができるんです。お祝いで食べられるお菓子や静岡抹茶のほか、麦こがしをトッピングしたソフトクリームなどメニューも豊富。そしてこの季節一押しは水まんじゅう。お抹茶とセットでいただくことができて、お抹茶のお茶碗をこちらから選ぶことができるんです。自分の好みの器でいただくお抹茶って嬉しいですよね。私は涼しげなガラスの器をチョイスしました。紀宮神社の鳥居の焼き印が刻まれたとっても素敵なマスに水まんじゅう。中のあんこが透き通って見えて、見るからに涼しげですよね。それではいただきます。3種類のあんこの中からだいだいあんこを選びました。見てください、生地がプルップル。弾力があるプルプルの生地と滑らかなこしあん、だいだいの爽やかな風味も広がって清涼感がたまらなく美味しいです。この大楠五色の森は心清らかに参拝できる境内環境づくりの事業の一環として開設されました。この五色とは自然界の木、火、土、金、水を表し、暦の中でいう五行説に由来しています。五色の森ではそれらを大楠、明かり、砂利、鉄筋、湧き水で表現しているのだそうです。本当に清らかな空気に包まれて、穏やかでゆったりとした時間を過ごすことができました。次に立ち寄ったのは御本殿の目の前、茶寮宝庫。御神木の大楠に見立てたロールケーキや様々な和スイーツとドリンクをいただくことができます。三州殿の屋上はこんな素敵なウッドデッキのテラスになっているんですよ。そして御本殿が目の前、ここでいただいたのはほうじ茶ラテと大楠カットのロールケーキ。映えますね。まずはホイップクリームたっぷりのほうじ茶ラテから。さっきお抹茶をいただいたばかりなのでほうじ茶にしました。
甘くてほろ苦くて美味しい。トッピングされているハートのもなか、何やらカシャカシャと音がしますよ。一口かじると中に何か入っています。開けてみると色とりどりの小さなハートたちが入っていました。いやー、かわいすぎます。神社の境内カフェ、いろいろ伺っていますが、この木の宮神社の境内カフェはどこもいろいろと工夫が凝らされていて、参拝した後もずっと境内でゆっくり過ごしたくなるような、そんな素敵なところばかりですね。若い人たちが多く集まるのもわかります。オークスのロールケーキ、麦こがしの生地の中にくるみや大納言が入っています。この麦こがしというのは木の宮の神様の好物なんだそうですよ。そういえば先ほどの茶寮にも麦こがしのソフトクリームがありました。その麦こがしの香ばしさが効いていて甘さは控えめ、生地はしっとりしていて他にはない美味しさです。製造しているのは熱海で人気のケーキ屋さん、菓子の木。すぐに売り切れてしまう人気の商品なんだそうです。いただくことができて本当にラッキーでした。他にもお店には大福スイーツといわれる様々なお菓子が販売されています。どれも縁起が良さそうでお土産にも喜ばれそうですよね。こちらは鳥居の結び場店。一般道沿いにあるので誰でも気軽に立ち寄ることができます。ドリンクや大福スイーツはもちろん、いちごやだいだい、甘夏など地元の食材にこだわった夏季限定かき氷が大人気。このかき氷食べたかったのですが、もうお腹がいっぱいだったので結び場焼きというクロワッサンたい焼きをお持ち帰りすることにしました。後ほどいただきます。はい、では木の宮神社を後にしましてですね、今、海の方に向かって熱海の町を、坂を下りながらちょっとね、ブラブラしていきたいと思います。少しね、歩くみたいなんですけれども、あ、トンネル涼しい。今日ちょっとね、暑くて、いやなかなかね、これからの季節歩くのはね大変かもしれないんですが、まあ、歩かないとね、やっぱりいろんなお店に立ち寄れないのでちょっと頑張りたいと思います。この宮坂はですね、ご神体が海から引き上げられて一番最初にこの熱海を登られた、まあ、そういった参道ですね、神様が通られた道ということになります。まあ、そう思いながら下るとちょっとね、思いも違ってきますよね。ここ寄りたかったところです。見てください、木の宮神社宮坂の結び場とありますね。ここね、休憩所みたいなんですよ。ご自由にお入りくださいってありますよね。いやー、しかもなんかまだ新しくってとっても綺麗、おしゃれな休憩所。これはね、ありがたいですね。でここにね、地図もありまして、現在ここ宮坂の結び場、
ちょうどね、二宮からこのように坂を下ってきて、この糸川っていう川に沿って、これですね。これがまあ言ってみれば、神様の、お通りになった神々へと結ぶ道となっていますね。なるほど。はあはあはあ、結び場が、そっかそっか、いろいろな結び場があるんですね。あちらこちらにあります。ここは観光客に地域の情報や歴史を知ってもらおうと開設された無料の休憩所。なんと無料 Wi-Fi 環境も整っているんですよ。ここでさっき買ったおやつをいただくことにしました。先ほどのドアさんたい焼き、ここでね、いただきたいと思います。急な坂なので、途中にこうやって休める場所があるのはとても嬉しいですね。木の宮の神様が地域の人々と観光客のご縁を紡いでくださる、そんな場所になっています。涼やかな川音を聞きながら、さらに下っていきます。坂を下りきって熱海銀座という商店街に入ってきました。ちょっとね、撮影をタイムプラスモードで撮っちゃったのでおかしくなっていますが、ご了承ください。海鮮やカフェなどのお店が立ち並んでいます。そんな商店街の一角にありました、熱海で大人気のプリン屋さん、熱海プリンカフェセカンド。給食の牛乳瓶を思わせるレトロなプリンたち、いろいろな種類があるんですね。定番はやっぱりこちら、熱海プリンカラメルシロップ。こちらはイートインコーナー、レトロな銭湯の浴槽になっていますね。撮影エリアとしても大好評。私はお腹いっぱいだったので持ち帰りで用意してもらいましたが、こちらで撮影も楽しませていただきました。いやー楽しかった。その熱海プリンはお家でいただきました。カラメルシロップは別添え。このキャップの感じもなんだか懐かしいですね。カラメルをたらーりと注ぎます。ではいただきます。思った以上にカラメルの苦味がガツンときて驚いています。硬すぎず柔らかすぎず、ちょうど良い感じの懐かしいプリンですが、苦いカラメルが大好きなので、これは本当に美味しい。多分カラメルの苦いのが好きな方多いと思うので、人気の理由が分かりました。子供たちも大喜びで食べていました。今度はあの可愛い店内でいただきたいです。ようやく海岸沿いの道まで降りてきました。南国ムードも漂っていて、とっても素敵。今日はね、暑いんですけど風もね結構吹いていて気持ちいいですね。さてね、最後に見ておきたいものがあるので、
ちょっとね、はるばる木の宮神社から歩いてきたんですけれども、どこかな、ありました、あった、熱海といえばこちらです。寛一お宮の像。いやー、これもうね、熱海を象徴する、モニュメントですよね。金色夜叉の名シーンが再現された銅像、寛一がお宮を足毛にする悲しい別れの場面、作者尾崎紅葉を紹介する石碑も立っています。今の時代ならちょっと問題視されそうな光景ですが、名作の聖地とあって今でも特に年配の方に人気のスポットです。はい、ということで前回と今回2回に分けてお送りしました。熱海木の宮神社と美味しいお店巡り、いかがでしたでしょうか。いやー、もうね、どのスポットも何かこう運気が良くなるような、そんなね、気を授かれるような場所でしたね。素敵なところばかりでした。そして美味しいものをたくさん食べて、もう本当今日はね、お腹いっぱいです。もう晩ご飯いらないかなっていうぐらい、いろいろね、美味しいものをいただくことができました。そんなね、熱海の街、まだまだ美味しいお店ですとか素敵なスポットたくさんありますので、またね、これから夏本番、さらに大勢の方で賑わうんじゃないかなと思います。どうぞね、皆さんの期待がありましたら、ぜひ熱海木の宮神社お参りして、街ぶら楽しんでみてください。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。